はあ、よく寝た。誠一、健三、お腹すいた。そういえば二人とも調査だった。しょうがない、デリバリーにしよう。あれ、使えない。なになに、決済システムに重大な不具合発生、復旧の目処立たず。困ったな。夜になったら二人が帰ってくるから、ま、それまで我慢しよっかな。すまん、しばらく帰られへん。大雨のせいで崖崩れが起きてしまいまして、現地の救助を支援するので帰りは一週間後になりそうです。ええか、俺らがおらんからってダラダラ寝て過ごすんやないぞ。しっかり食って風呂入って、それから仕事も。ああもううるさい。誠一は自分のことを心配してなよ。こっちはどうとでも。あ、どうかされましたか。財布の中1000円しか入ってない。ハンドレッドノート。はあ、俺らが帰るまで1000円でしのぐ不可能です。まどかさんが干からびてしまいます。大げさだな。1週間なんて寝て過ごせばなんとかなるって。いや無理やろ。とにかく事務所に残ってるもんでなんとか食いつなげ。私たちが戻るまでどうかご無事で。切れちゃった。まったく、節約生活くらい僕にだってできるよ。まずはお米を炊いて、面倒だから7日分入れちゃったけど、まあ問題ないでしょ。あとは1000円分の食料を買い込んで1週間引きこもるだけ。簡単簡単。太陽が眩しい。さっさと買い物を済ませよう。特売情報はチェック済みだから、あとは順番に回るだけっと。まずはこっちのスーパーから。1パック198円。安いよ安いよ。ちょっと押さないでちょうだい。あんたこそ邪魔なのよ。ちょ、きつ、特売ってこんなに大変なの。でもあとちょっと。よし、取れた。誠一もいつもこうやって買い物してるのかな。物好きだな。おや、風邪ですか。でしたらあっちへ行ってください。移されたくないので。少しは心配せえ。はあ、エミ今頃どうしとるかな。何事もなければ良いのですが。ただいま。重かった。でもきっちり1000円分完璧な買い物だ。そろそろご飯も炊き上がるし。嘘でしょ。炊飯器からご飯が溢れてる。まさかお米入れすぎた。それとも水が多かったのかな。でも大切なのは味だから。芯が残ってる。まだ買ってきた食材がある。とにかく何か食べて今日はもう寝よう。生きとるか。朝からうるさい。ご無事でしたか。全然無事じゃない。ご飯は硬いし料理は黒焦げ。おまけに所持金はゼロだよ。食材はまだ残っとるんか。まあ一応は。なら電子レンジや。誠一に教わった通りにしてみたけどどうかな。おかゆだ。こっちはちゃんと卵焼きになってる。よかった、これで食事はどうにかなったぞ。こうして僕はなんとかピンチを乗り越えた。だけど、もう食べ物が残ってない。最初にあんな失敗しなければ。あ、いい匂い。近所で中華の出前でも取ったのかな。くんくん、せめて匂いだけでも。ダメだ、余計にお腹が空いてきた。おとなしく寝よう。眠れない。お腹が空きすぎて気が遠くなってきた。最後に誠一のシェントウジャンが食べたかったな。しっかりせえ、エミ。まどかさん、気を確かに。誠一、健三、僕夢を見てるのかな。夢やない、現実や。よう頑張ったな。
泣かないでよ、鬱陶しい。なやだ。まあそれだけ言えれば安心やな。聖一くんがシェントウジャンを作ってくれました。さ、冷めないうちに食べてください。ほっ、生き返る。でももっと早く帰ってこれなかったの？無茶言うな。これでもできるだけ急いだんや。僕が飢え死にしたらどうするんだ。そんなことがあれば聖一くんには必ず後を追わせ、いや私がまどかさんの後を追うというのも。何の話しとるんや。こうして僕の1週間千円生活は無事に終わりを迎えた。ただ一つ誤算があったとすれば。まどかさん、お茶をお持ちしました。うん、ありがとう。あ、卵はそこのスーパーが安いよ。野菜はあっち、肉を。すっかり特売に詳しくなってしまいましたね。そんなまどかさんも素敵です。どこがや、注文多すぎやぞ。そこまで言うなら自分で行け。あ、やだ。見てくれてありがとう。おやすみ。チャンネル登録と高評価もお願いせえや。いいじゃないですか、それくらい。他の動画もぜひ見てくださいね。笑みを甘やかすな。